の中目黒のこれ知ってる？はい、というわけで、年内じゃない、2016年、ね、いきなり間違えてんじゃねえかよ。今日がね、はい、実はロケなんですよ。そうなんです、ロケなんです。いやしかもね、はい、また最悪な日に東京都がね、もう大雪で、そう、ね、うん、交通網がそうもう麻痺しちゃって、そう、これと目黒今日ちゃんと会社にね出社してね、一回会社来て、そう、この場所に来ましたけど、はい、おー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 、あれ岩田さんどうやって来ましたっけ。僕あの自宅から新宿の方に直行させていただきまして。直行ですよね、すごいよね、うん、ゆとり度。いや俺今日会社来て思ったんですけど、うん、おっさんはみんな会社来てる。そう、若い子たちが何してるのか。はい、というわけで、はい、今回紹介するアプリがですね、はい、タガタメのアルケミストとなっております。もうタイトルからして好きになりそうだ、うん安い。はい、そしてタガタメのアルケミストのプロデューサーである、はいはい、こちら、はい、ゲスト今泉です、今泉さんです、よろしくお願いします。というわけで今回のこのタガタメのアルケミストなんですけども、はい、まず、うん、もうオープニングアニメーションから、はいはい、もうちょっと気合い入りまくりなんで、はい、まずちょっとそちらをご覧いただきたいと思います、はい、それでは動画どうぞ。大塚さん、なんかね、岩田がね、ドヤ顔するのちょっと岩田が作ったわけじゃねえんだよ。まあそうですけどね、でもちょっとゲームのオープニングとしてはちょっと遜色ないですか、うん、めちゃめちゃすごいです。今週まみって本当遜色ないですよ、ね、アニメ始まりそうですもんね。そこでハードルを上げたじゃないですか、はいはい、ここからもっとすごいんだよ。え、さらにこれね、ここからもっとすごいんです。内部の方が言うパターン初めてからすごい具現化されてる時に本当にワクワクするのかな、はいはい、今回はピシャリときましたね、はい、想像してた以上のものができて、僕このチュートリアル見て何回も泣きそうになりましたね、はい、本当にチュートリアルで泣くって相当ことです。相当泣きました。今泉さんのこのゲームの好き度がすごい。これは楽しみです、うん、はい、ぜひ行きます。ぜひ、はい、よろしくお願いします。これがもう早速そうですね、はいはい、さっきのオープニングがありながらの、はい、2人の関係性、はい、主人公がロギだ、フルボイスですよ。フルボイスなんですよ。動くんですよ。どうして2人が戦わなきゃならない。3人仲良かったじゃないですか、はい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 、どうしちゃったんですかね、これ。何がお前を変えてしまったんだ。3人で交わした誓いを聞きながら行った方がいいですよね。そうですね。初見なもんで。たとえ世界の秩序が崩れ去ろうとも、俺がこの世界を救ってみせる。すごい世界観が作り込まれてる感じがする。でやっぱ収録って別撮りになっちゃうんで、はいはい、割とこのテンション感を別撮りするのって結構大変、うん、そうですよね、掛け合いなので、
はい、その辺もちゃんと全部立ち会って、はい、なんかちゃんとこういう風に言ってくれとか、なんかどうした、これは錬金術ですね、これ。でここから一応中級レベル的な、お、そうなんですよ、戦闘中喋るんですよ。ロギロギとリオ声優さんはどうなったんですか。花江くんと石川海人、はい、最近のイケてる2人、はいはいはい、この若さのほとばしる情熱が、はい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 、2人なら出していただけるかなと。でこれが、はい、ここから動くんですね。お、え、何これ。で、ここで、あのマス目感を僕すごい気にしているんですよ、はい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 、その前に作ったファントムキルというゲームなんですけど、はいはいはい、このマス見た瞬間に嫌がる人ってたくさんいると思うんですよ、はい、いかにこのマス目感をなくすかみたいなのが結構こうやってて、はいはい、こうやって動かすと、はい、ちょっとこうずれると飛ぶんですよ。あー、はいはい、でこれだけじゃなくて、はい、タップしてもそこに行くんですよね。行けるんですね。あ、なるほど。結構やりやすい感じになって、はいはいはい、なんか動きがアナログな感じですね、はい、ちゃんと。でこれで軽くすごいコマンドが、そうなんですよ、コマンドがここに右にあって、はいはいはい、なんでこれあの向きとかも大事だったりするんですけど。あ、そうですよね、アクションゲームなのか、そうなんですよ、シミュレーションゲームシミュレーションなんですけど、これどうしよう、強いスキル出していいですか。あ、どうぞ出してください。いきなりこのアビリティを、はい、完全にディオス死んじゃう感じですか、はい、このカップインすごくないですか。すげえ、食い気味できましたね、今。見たこともないカップイン、すごい、すげえ、あ、倒した、あれ倒した、まだストーリー終わっちゃったんですか。あそこで、まあ、倒してここからなんですよ、また僕はお前を本当の兄弟だと思っていた。さっきも、そうなんですよ、これが明らかになって愛する兄弟よ、これで終わりにしよう。違うわ、ロゲン、気づいてきた絆に嘘はない。また下村さんのこの音楽ですよ、うん、本当だ。悲しい音楽、うん、やばい、やばい、これやばい、これやばいですよね、これ。ああ、あ、忘れないで、愛情は決して色褪せはしない。いい子だな、赤さん。うわー、ここでこれの後がこの一章の一番最後のシーンがここに繋がってくるんですよ。へえ、ここですよ。この地に神を目指す者たちがいた。ニムルとエメル、お前ら早くゲームさせろ。まずは世界観、僕は浸ってほしいんですよ、はい、普通のゲームだったら多分この辺飛ばすんですよ、はい、そうですね、けど嫌だ、普通だってモバイルゲーム作る時の文法としてはそうなんですよ、ダメですもんね、ここまで。結構本当モバイルゲームのいわゆる文法と言われてるところを無視しまくってますもん、はい、しかもデータダウンロード中とかでもないんですよ。そうなんですよ、うん、やばいっすよ、ね、すごい離脱しまくってたら早回しになってる。これがいいんですよ、ここ。おお、えバベルの塔が、はい、またこのバベル大陸というところ、うん、この回り方ですよ、ね、あっていう形で、まあ、タイトルが入って、はいはいはい、またちょっとチュートリアル的な感じに、うんうんうん、こっからがチュートリアル。我が祖国ラーストリス、ちゃんとこの敵も、はい、これが、うんうんうん、これステージも雰囲気ありますね。そうなんですよ、めっちゃ大変でした。こういう 3D の時に、はい、あの側面をぶつ切りするのが世界観壊すじゃないですか、はい、立方体が、はいはい、そこをどうやってごまかすかってすごい怖いんで、はいはいはい、陽気の感じで、あ、そうだな、あれそうですよね、うん、影とか見てください、この
すごいですね、確かに、確かに。お前がラーストリス公国酸欠唯一の生き残りブラド将軍だな。何、オールドリン砦から反乱を始めるさっきのシーンの前のことなんですか。前ウィジンなんですよ。よし、かかった。ディオス。こういう。呼んだら意味がないだろうか。こういう関係性なんですね。ああ、そうですね。ハサミ撃ち。汚い。作戦だ。作戦ですよ。同じくディオスクロール。まあ作戦通りってところだな。褒めてやるぜロギー。結構こういう重要なシーンとか導入とかは割と 3D のこの芝居を結構スタッフは弾いてましたけどね、ここ 3D にしたいんだけどとかはぁみたいな、なんかこうやって出てくるだけだやっぱもうその世界観とかドラマ性を結構売りにしたかったので、うん、キャッチコピーが神々の意志、賢者の意志が人々の意志を翻弄するというキャッチコピーで、ロギは守る力が欲しいんですね。はい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 、力が欲しい、ディオスは変える力、間違いなんですね。全く違うんですね、真逆なんですね。ここからかけ違えていっちゃうんですね。今ここに真理の契約は結ばれた。あ、おお、何何、これガチャなんです。あ、あ、なるほど、これガチャ、これガチャ、真理の扉。ああ、すごいガチャっぽくない。めちゃめちゃこだわったんです、この。おお、すごいなこの演出。このインディージョーンズ感ですよ、この。なんかそう言われちゃった。あのサイバーな感じなんですけど、はいはい、中はインディージョーンズの古代遺跡みたいな、はいはいはい、っていう。でもう一発挟めて、おおすごいこれもう何畳みかけますもう一発挟めて、うん、もう25分ぐらい経ってます。これはもう世界の説明ですね、うん、でこういうバベル大陸というのがあって、うん、その錬金術が危なくなったので禁忌の術にして、総諸国のオーザンブライドで、これがエンビリア・ラストリスとかプラトニー、これよく見るとちゃんと7つの大罪なんで、禁忌の術と定めた以降数百年7つの大罪をモチーフにした、ちゃんとそういう嫉妬とか憤怒とかを背負った主人公たちなんです。へえ、大陸歴911年、突如としてその平穏が破られ、実際 RPG っぽい。聖王の憤怒の国ラストリスが先に殺す錬金術を軍事力として復活させたのである。凝ってるなぁ、これすごいですね。めちゃめちゃいろんな政治のこととか考えると、はいはい、この国どういう風な投資たちがあるのかとか、隣国エンビリアを先陣すごい苦しみましたよこれ。やっぱ長くなりすぎちゃう、それをどうやって、だからもう伝えない、あえて決めてるけど伝えないことを結構意識して説明っぽくなっちゃうんで、それからこういう映像とかだとやっぱ人って見やすいんで、そういうところで保管してもらおうかなって。謎が解かれようとしたやつが出てきて、人々の意思は神々の意思に翻弄される、翻弄されるっていうところまでが一応中途で、作り込まれてますね。こんな壮大なスマホアプリのチュートリアルがあったのなんか。いやというわけで、じゃあ、はい、早速、まあ、ゲームの部分、そうですね、はい、うん、ちょっと世界観も押し付けすぎていいんで、ここからは割と本番というか、そうですね、ゲームの実際の部分ですね、はいはい、じゃあちょっと大塚さんに触ってもらいながら、はい、このクエスト名もまだ70って仮なんですけど、あ、はいはいはい、まあ、この画面いいと、まあ、傭兵のところが実は、はいはい、今ちょっと端末があれなんであるんですけど、あのフレンド枠になってて、ゲーム内通貨で人を雇える、はいはい、ゲーム内通貨で雇うみたいな、本当にね、雇う感じですね。そうなんです、なんで、なんか賞金首っぽい、なんかこいついくらみたいな、なってる、本当になってる、はいはいはい、なんかレートがあるんですね。そうなんです、強ければ高いんですよ、なるほど、
でまあサブってあって、はい、最初あのだから5人しか出れないんですけど、はい、で死んだらサブのやつが出てくる。あ、うん、そうなんですね。でアイテム枠がこの下にあって、はいはい、まあ、回復薬とかいろいろ持っていける、はいはい、でバトルスキップっていうのは結構長くなって、その後々ちょっと装備の話もしたいんですけど、うん、装備品を結構集めないといけないゲームなので、うん、その辺をスキップできるチケットとかも用意されてます。ね、これ主人公って、主人公は絶対入ってる。そうなんですよ。だからね、もう最初の1章1話はもうロギで、1章の2話はディオスになってっていうところになってって、うん、で、各今、まあ、オープニングでも7人紹介してるんですけど、うん、はい、国によってこう人が変わっていったりとか、はい、あとの章であいつとロギが出会ったりとかっていうふうなところでまたロギが主人公になったりとか、はいはい、じゃあ出撃からやってみましょうか。これは出撃を押せばいいんですか。はい、出撃してください。はい、本当にまだ裸のままの裸ですね。クエスト70。本当。見てください、すごい水具合。本当だ。水具合。スケージャンすか。水具合。3D のそうですね。高低差めちゃくちゃありますね、うん、これ。うん、本当にいじりながらもいけたりとかで、視点とかちょっと切り替えてみる。あ、これですか。回るんですよ。あ、本当だ。あ、本当だ。これも完全に見える。そのタップしてもいいですし、はいはい、この両方やってなんかパッドっぽく、はい、ああ、はい、あ、本当だ本当だ、できるんでかなり直感的に動くんじゃないかなっていう。あ、すごい。そうできます、ね。ピンクと緑のやつアイテムになるんですか。あ、そうなんですよ。この辺落ちてるのがその MP だったり体力だったり、はいはい、最初に取り一回と、そうですね、とかそういうのあるんですか、ね。そうなんです。でこれで向きを決めて、そうなんですよ、向き決めて。すごい。あれ今どうやっちゃったんですか。そう、順番が上に、うん、これは装備の重さとかですか、あのとか敵強さとかですね。うわ、いきなり来た、いきなり死んだ。ああ、何これ、何大丈夫ですか。これまるで俺のせいみたいになって。俺のせいじゃないですか。だけどここでですね、これを見てほしいんですよ、はい、このですね、ここが今ユニットのところなんですけど、はいはい、え、今誰を強く、あ、いいか、まずじゃあロギ、はい、これちょっとこの辺は適当に早回ししながらでお願いしたいんですけど、はい、これまあユニットとかはこういうアイテムがあってレベル上げてるんですよ。上限レベルとかもあるじゃないですか。今ロギが弱かった。そう、今全員生きてるもんね。主人公死んだら終わりなんで、あー、ゲームオーバーになっちゃうんで、主人公守らないといけないですね、はいはい、こうするとこのパラメーターがこうやってレベル上がって上がる。パラメーターの量、うん、でこの素早さがこう、うん、関係あるんですよ、うん、あ、はいはい、あ、そこそこ。どれぐらい強くしておけばやられないのかちょっとわかんないんですけど、自ずと主人公は強くしとかないといけないわけですね。そうなんですよ、うん、でクリアが面倒くさくなって、これジョブってあるんですけど、はい、まあ、こいつ今戦士じゃないですか、はい、でここで装備できるものが決まってるんですね、はい、ジョブによで、これをクエストで集めていけるんですよ、うん、でこれ今ちょっとデバコーナーでたくさん持ってるんですけど、はいはい、こうやって装備をしていくと、ガッツポーズすごいですね、うん、で、かわいい、しかもかわいい。で、このジョブレベルがアップするとアップするんですね。うん、そうすると、アビリティを上げる。で、このアビリティの名前全部僕に書き直すんですけど、はい、まだ入ってないですね。で、またこうやって、はい、要は装備をして、はい、パラメータをちょっと上げていきながら、はいはいはい、まだこれ装備可能レベルが20、はい、まだこれ20ないので、はいはい、多分レベル上げないといけないんですけど、うん、でもアビリティもさっきで、アビリティもこうやって付け替えれるんですね、はいはいはい、このさっき覚えたらこれかな、トレンドスとか付け替え、うん、はいはい、でこのアビリティにもレベルがあって、あー、ゲーム内通貨で買って上げれるんですよ。なるほど、はいはいはい、じゃあこれまた強くなったメンバーで完全にトラウマになってそうです。ここは多分アガサの元へ、ね、アガサ、あ、この段差ね、あ、綺麗だなこれ、お、街です、またガラリとかありますねこれ、へぇ、このちょっとだけ揺らいでる感じとか、あ、出していってね、この水具合とかディテールが、これ本当は敵の行動範囲とかも調べた上で配置するのが一番いいですよね。本当はそうなんですよね、まあ、でも多分ここは勝てると思います、あんだけ強くしたんで、まあもう慣れましたしね、お前さんも上級剣技でここ臨戦態勢使ってみましょうか、はい、そう、ぶつこ、ぶつこ回避はいいですね、あ、はいはい、そういうのいいですよ、大塚さんすぐ死んじゃうから俺が柔らかいみたいな
あ、順番も早いな。早いですね、圧倒的に強いってことですよ。魔法持ってますか。これキャンセルできるんですか。ここまで行くとできますね。こいつ嫌な位置にいますね。恐怖の弓矢。嫌な位置に。おおおお。あ、青いいる。あ、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 おお、耐えた耐えた。勝てそうですね。これは強い。で、基本的にはあの最初、うん、はい、あのマックス要は MP 的にないんですよね、うん、このジュエルポイントみたいなのが、うん、はいはいはい、なんでこれは、叩くと、うん、もらえていく、なるほど、ね、でだけど魔法使いはマックス最初からなんですよ、うん、はいはいはい、あの MP 的な感じなので、うん、魔法使いも使い切っちゃうと、うん、もう叩いたりしながら、うん、その回復するね、そうなんですよ、ちょっとガンガンやられてますけど、あ、大丈夫、あ、大丈夫、硬い、人選体制しましたから、そう、そのための臨戦隊です。これ回り込めとかしないの？回れるんじゃないですか。右から行きます。そういう時に多分視点切り替えると、はい、ああ、なるほどなるほど。見えんじゃないですかね。あ、で、道だ。へえ。よし、よし。これは裏からやると。後ろから。ポイントに。お、すごい。いいですね。いっぱいもらいましたね。これ取られないですね、うん、そっち、あ、そうね、そうね、あ、フレアがありますね、これ使えるんですか、使ってみましょうか、あ、でもけどこれ味方に全部味方にもう歩いてから使ったんですね、もう一歩、なるほど、やっぱ機動力あんまないんですけど、そっからフレアをここの位置でいいんじゃないですか、はい、もうちょっとずらしていくと、はい、これ広いんですね、まあまあ、あ、これ巻き込んでますよね、完全に巻き込んでます、完全にもうロギが死にますよもうちょいずれって感じ、モロハなんですよこれ、こ、あ、そいつに行きますか、はい、あ、ここ行ったらいけんじゃないですかね、ここに、あ、あ、あ、いいん、ここいいんですか、移動しちゃった方がいいんじゃないですか、下が上、あ、これだといけんじゃん、もうマックス、移動はマックス、それだったらいけますね、あ、じゃあこれだといけ、行きましょうか、行ってみましょうか、で、今栄翔中なんで、あ、そうか、あ、もどかしい、これすごい戦略性高い、これ、魔法の強さによってもその栄翔時間が変わる、あ、はいはい、そう、自分のターンじゃないですよね、全員のターンが、あのこのターンで、ああの素早さで計算されてるんですよ、はいはいはい、3ターン経過したらとかとかじゃ、そうですね、あの3人目ここまでたまったらっていうスピードの値があって、なるほど、あ、やば、あ、でも動いても入るかな、動いちゃったから、大塚さん読んでくださいよ、動きを、いや多分入ってますよ、あ、強っ、あ、当たった、さすが、あ、やばい、敵弓矢、まだチャージしますね、これじりじり、そいつでいった方がいいですね、ね、ですよね、忍術ないですか、なんか、あ、回避ですね、ああ、ちょっといっちゃいます、あれもあのさっき宝箱とか今ゲットしたやつが装備品で、はいはいはい、それを重ねていくとジョブレベルが上がってって、うん、お、来た、来た、入るか、当たるか、お、来た、当たった、素晴らしい、すごい読みが必要ですね、違う、声いっぱい、意外に入ってんな、建物に当たったのか、今声はめっちゃ入ってますね、これ切られた時反撃は早いですね、本当だ、反撃するアビリティをつけると反撃することになります、なるほど、後ろですよ、後ろ、後ろの方がいいですね、後ろ行かないんじゃない、行きますね、後ろ、はい、行った、行きます、よっしゃ、倒しました、いいっすね、いいっすね、すげえな、この順調、こうやってゲットしていって、なんで一回クリアしたら、うん、あのスキップチケットみたいなのを使えば、はいはい、あのスキップしてアイテムだけゲットできるっていう便利なチケットを一応用意しておかないと、まあまあこれ大変じゃないですか、はいはい、そこはなんかスマホらしい、ね、そうなんですね、そういうところも必要かなっていう、はいはい、これ倒せますね、よっしゃ、これ勝てそうですね、ここ、よし、これいいんじゃないですか、これちょうどいいバランスですね下手したら負けるぐらいの感じですね、で今ジャンプここ1位になる、ここが飛べたんですよね、で多分忍者とかシーフとかみたいな飛べそうなやつは多分2段だ、はいはいはい、ガンガン逃げてますよ、クラウンだ、あ、宝箱置いていくんですね、あ、ここは使ってもいいですか、使ってみましょうか、これもさっきのスキルレベル上げていくと、あの効果量が上がったりして、はいはいはい、魔法使いがちょっと歩けないのがきついですね、そうですね、あ、そっか、お、届いた、
届きますね。教えしょ。でも移動しちゃうんじゃないですか。移動しちゃうかもしれません。届きますからね。そっちから追い詰めといた方がいいですよ。高田さんはもうタップ派なんですね。ああ、そっか。これでもできるんですね。どちらもできるんですよね。よし。あんまりいくと攻撃されますかね。いや、もしかしたら範囲に入ってるかもしれない。あ、そうだ、フレを唱えてるんだ。むずい、むずいね。うん、結構その魔法がすごい。あれ、早くないですか今回。おー、つながった。楽しい。これ大塚さん、汚名返上ですね。でこれでこういうふうなミッションがあったりして。おー、なんでこのジョブとか、か彼らの組み合わせとか、うん、じゃあアビリティの組み合わせとかで、うん、はいはい、なんか戦況がこう変わっていくっていうようなところができる、うん、なるほどですね、うん、というゲームです。いや、これは面白い。いや、すごいですね。大変なんで、もう一個だけ、はいはい、僕が一番気に入ってる機能をちょっと紹介していいですか。はいはいはい、マルチとかいろいろあるんですよ、はい、うん、このマルチ、はい、まあ、なんか仲間とやれるんですけど、うん、例えばあのピッコロ作戦みたいなのできるんですよ。仲間と要は槍が突き刺したりするんで、はい、囲い込んで、はい、俺ごと貫けみたいな。ああ今日僕が気に入ってるのは、はい、そのマルチのものじゃなくて、はい、この酒場の親父が、はい、マジで、はい、名言めいたことを結構、はい、お前は一人じゃねえぞとか。あ、さっきのじゃないんですね。あ、こっちです。こいつずっと触ってても、はいはい、マジで同じこと多分365以上あるんですよ。おー、すげーパターンが、すげーパターンあるんで、もうなんか困ったらここに行けばなんかいいこと言ってくれます。あ、嫌な日があったらここに来て。そうなんですよ。あとですね、このですね、うん、マイページ見てください。この裏鳩が飛んでますよね。本当だ。この光具合とか、この揺らぎですよ。うん、すごい透明じゃないんですね。見てください、この雲が、あ、雲も動いてる。本当だ。この川のせせらぎも見てください、ね、水の具合、水の具合見てください。水の具合動いてる。この鳩具合が僕気に入ってるんですよね。鳩具合、水具合と鳩具合です。動画の印象に残ったといった感じで、はい、一応今絶賛好評配信中、はい、というわけで事故がなければ配信されているはずです。配信ですね、そうですね、はい、皆さんぜひダウンロードして遊んでみてください。はい、はい、といった感じですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、それにしてもね、やっぱ今泉さんの気合いの入りを、はい、やっぱ撮影前に即座にレッドブル飲んでたのがすごい。そこから。じゃあこれ知ってる以上でよろしいですか。はい、はい、というわけで、じゃあ皆さん次回のこれ知ってる。今泉さん、手を挙げて、すいません、儀式って見ろよって言った瞬間にカメラ向かって、そうです、わかりました、ね、ドヤ顔みたいな感じ、わかりました。次回のこれ知ってる、見ろドヤ。まだ。バイバイ。よろしくお願いします。2016年もこれでいきます。